皆さん、こんにちは。このスライドでは、ウクライナ情勢、停戦合意後における国際社会の役割、人道危機への対応と題してお話しします。私は、青山学院大学の田中坂部由加子と申します。今回は、人道問題をどう取り扱うのかという観点から、ウクライナとロシアの間における停戦に向けた交渉、またその結果としての合意履行について、その間に入る第三者の役割を考えてみたいと思います。3つのポイントに沿ってお話しします。第1に、国際社会の人道問題への関わり方です。次に、人道危機への対処には、停戦合意が守られ、人道アクセスの確保が必要になるという点です。そして第3に、合意の履行について第三者の役割は何かです。ここで言う第三者とは、最も広く言えば国際社会ですが、紛争当事者ではなく、また交渉に直接関わっていないもので、例えば単独の国家、有志国家のグループ、そして国連をはじめとする国際機関や地域機関などが挙げられます。まず、国際社会の人道問題への関わり方についてです。冷戦終結後から国連安全保障理事会において、人道問題が国際平和の安全への脅威とみなされるようになりました。難民、国内避難民の発生や民間人の大量虐殺、いわゆるジェノサイドなどへの人道問題への対処は繰り返し議論されてきました。結果、人道的介入のほか、人間の安全保障、保護する責任、紛争下での文民保護など関連する国際規範の形成が模索されてきました。人々の生命、尊厳、安全を確保するための物資、サービスを分け隔てなく被災者、被害者に届けていくには、支援する側も含め、安全、効果的に支援を行うための人道アクセスの確保が必要という認識に至っています。実際、ウクライナとロシアの停戦交渉で当初案に上がっていたのは、民間人退避のための人道回廊の確保でした。しかし、攻撃は止むことはなく、民間人の犠牲者は増加の一途をたどりました。なぜこの合意が守れなかったのかについて、交渉の焦点の変化を見ると、一つヒントになるかと思います。停戦そのものにとどまらず、交戦を止めるための条件として、将来履行されるであろう政治的約束がパッケージとして含まれているのが一因ではないかと思います。ここでただし注意したいのは、パッケージの中にどのような内容が含まれようとも、人道危機に立ち向かうためには交戦の停止という部分は不可欠であるということです。合意履行と人道アクセス確保の難しさについて、2015年のミンスク合意を取り上げます。この合意は、2014年のクリミア半島の併合と親ロシア派武装勢力によるウクライナ東部占拠による紛争の後結ばれた合意です。13項目にわたって合意がありますが、特に停戦関係の合意部分については、OSCE 特別監視団が派遣されていました。この監視は、停戦状況、武器撤収、人権擁護、国内避難民の状況などを監視・報告する活動です。OSCE は、欧米、中央アジア、ロシアも含む世界で最も大きい地域安全保障機構であり、第三者による合意の監視という役目を担ってきました。しかし、この度、監視団は一旦退避を余儀なくされています。この写真にもありますように、監視員が非武装であり、自らの安全を確保できないほど治安が悪化しているためです。治安悪化の中で、いかに人道的な課題に立ち向かうかが問われています。
ここから停戦合意後の第三者の役割としてできることは何かについてを考えます。第一に、紛争当事者が抱える交戦を再開するコストを高めることです。すでに行われている経済制裁や、さらに進めば軍事的な抑止の措置もありえますが、復興への支援や合意履行のメッセージを当事者に伝えていくこともその例と言えます。2つ目に、履行が実際に進んでいるかを確認する透明性の確保や、合意が紛争当事者にとって互いに有効であることを認識するための信頼性の確保です。これは紛争当事者が合意を遵守しているかを検査する、あるいは監視する役割や、日常的に紛争当事者同士のコミュニケーションを橋渡しするという役割もあります。監視・橋渡しのタイプには、先ほどお話しした OSCE の文民による監視団のほか、国連平和維持活動に見られる主に軽武装の軍人からなる伝統的な停戦監視があります。これらに加えて、近年は文民保護のために必要な武力を用いるべく、国連憲章第7章下で形成されるようになった平和活動があります。こうした活動は国連だけでなく、地域機関や有志の国家グループによって形成することも国際社会は経験してきました。この点は第3の人道アクセスの早急な確保ともつながります。交戦がない状態は人道危機に効果的に対応するための条件ですので、人道アクセスをいかに早く確保し支援を実施するかが求められています。以上の3点の中には多様な選択肢が含まれており、どれを進めていくかは国際社会の意思決定が迫られていると思います。対応は待ったなしの状態であることは言うまでもなく、国際社会はこれまでの経験則を生かし、人道危機に対処するための環境も整えることが問われているのではないでしょうか。以上です。ご清聴ありがとうございました。